どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャレンジ消化のため、めっちゃ久しぶりにチームランブルに来ました。ランブル専用チャレンジめっちゃ残ってたし、その他のチャレンジもクリアしやすいかもな。おっと、敵が来ますね。でもこれだけは開けさせて、開けたらまずは一つクリアできる。よし、ギリセーフ。補給物資を3つ探す。この試合だけでクリアだな。さすがチームランブルね。さてこの人を倒さないと。あーなんかガバガバだ。でもヘッドショットを決めるってやつ進んだからいいや。これでもう2つチャレンジクリアだな。さてと、回復回復。ここの物資取られなかったから、しっかり回復できそうね。焚き火も4つもあるのか。ここで1つ使っちゃうわ。え、なになに？ひどくない？私回復してたんだけど。まさか味方に焚き火壊されるとはな。お、あそこに敵が飛んでるわね。まずはあの人がターゲット。これで一気に接近よ。めっちゃ遠くまで届くから便利だよな。ああ、味方さんやられちゃったっぽい。と間違えてまた飛んじゃったけど。まあいいや、ショットガン対決よ。よし、ダメージは食らってないわ。とりあえずこれで2キルだな。さあさあ、どんどん敵を探していくよ。次は向こうの補給物資のところを見てみようかな。敵が来てるかもしれないし、来てなくてもアイテムゲットできるからね。近くの補給物資には味方さんが集まってるしな。あ、いたわ敵、二人も。物資を漁ってる今がチャンスよ。一人はあとちょっとで倒せそうだが。ミニガンは厄介ね。飛んできた、それなら入れ替わりでこっちも飛んで。まずは体力の少ない敵を倒す。そして戻ってくるであろう敵を迎え撃ち。よし、二人とも撃破。ランブルで5メートル以内で敵を倒すってのもあるんだな。あと3回。この試合で達成したいわね。さて、ジャグジャグもあるけど、体力16のために時間使うのもったいないから、ミニポだけ拾ってさっさと次の敵を探すわよ。今そこにボードに乗ってる人がいたな。ボードか。若干狙いにくいけど、うまくいけば倒せるかも。ダメだ、一発しか当たってないわ。でもこっからチェイス開始よ。ダメだ。逃げられた。せっかく頑張って追いかけたのにな。あ、でも向こうの基地に敵がいたわ。ジップラインで一気に近づくわよ。いやー、移動しながらリロードもできるのはいいですな。この試合では何かと使うことが多そうだな。さてと、顔出してくれるかな。ダメみたい、隠れちゃってるわ。ま、いるのは間違いないはずだからね。帰り討ちに会わないように気をつけるんだぜ。うわ、びっくりした。近くにロボットが落ちたのか。結構音大きいからビビるよな。おっと、足音が聞こえるわ。グライダーっぽい音も聞こえてたけど。とりあえず建築。あ、いた。シールドないみたいね。これはこのまま押し切れそうよ。建築してきてるけど、弾は下からタクタクで落とすわ。ほう、危ない。でも今ので5メートル以内3回目ね。あの補給物資、ダメージ受けてる。近くに味方はいないから、敵ね。ここのジップラインに乗って、様子を見に行くわよ。ほら、いたいた、3人も。上からまとめて攻撃よ。うわ、めっちゃ攻撃入るじゃん。ジップライン便利だな。一人は倒して、二人のシールド割ったわ。よし、この勢いのまま全員倒しきるわよ。あとちょっと、ショットガンか SMG に切り替えよう。やったね。ついでに SMG で敵を倒すチャレンジも進んだわ。いやー、マジでランブルだと一気にチャレンジこなせるな。さらに、試合に勝つだけでクリアできるやつもあったから、なんとしても勝利したいわね。にしても、ここで3人倒せたのは大きかったな。グラップラーも補充、回復もできるわ。やっぱりサイレンサー好き苦手だな。音が出ないのはいいんだけど、連射するとすぐレティクル開いちゃうから。
私は普通のスカーの方が好きだわ。タップ打ちが基本なのかな。少なくともランブルでは、スカーの方がキル数稼げそうだよな。まあ、見つからなかったからしょうがないね。く。ここも倒しきれずかなりダメージ食らってしまったわ。一旦射撃をやめて回復よ。あ、そこに敵が飛んできた。さっき倒した人かな。この角度なら、ギリギリ大丈夫なはず。そして相手さんはまだシールドないと思うから、打ち合えば勝てるかもしれない。よし、そしてすぐさま左から敵が、ミニガンか。なんとかガードしたな。あ、ジップラインとグライダーで逃げたわね。そう、結構遠くに行っちゃった。回復に戻ろう。と思ったら敵いたわ。ここの焚き火は。ああ、ちょうど燃え尽きてしまったな。仕方ない、ここで最後の焚き火を使うか。ランブルはキルも大事だけど、やられないことも大事。そういえば霊夢、今のところデスしないで連続キルしてるんだな。これで最後の焚き火になっちゃったけど、まだまだ頑張るわよ。チームは少しだけリードしている状況。もう少しキルして余裕を持ちたいところだな。バンバン敵を探して、倒していかないとね。あの辺に結構いるみたい。うん、ここは味方さんが倒してくれた。そしてこっちに敵が飛んできてるわ。二人同時、まとめて倒してやる。うおー、ロケラン危ねえ。でもなんとかかわしたわ。お、5メートル以内のやつ4回目だな。あとちょっと、この試合でクリアできそう。さて、とりあえずジップラインに乗って様子を確認よ。見た感じすぐに攻撃できそうな人はいないわね。ジップラインに乗ってる他の敵さんはいっぱいいたけどな。無駄にダメージ食らっただけになっちゃった。こっち側を見てみよう。あ、一人発見、攻撃できそう。よっしゃ、倒せた。次はそこのジャンパに乗ろうかな。あー、ミスった。普通に落ちちゃったよ。しょうがない、切り替えて回復してから、バットマングラップラーで上に戻るわよ。これがあれば、グライダー持っていなくても大丈夫だな。デフォルトで50個付与されてたけど、どっかに置いてきたわ。おっと、そこにも敵いるみたい。あ、このスキンは、メカマリンだ。だから私じゃねえよ。いやー、それにしてもよく毎回こんなに面白いスキン思い浮かぶもんだな。む。さっき、いた、危ない危ない。やった、これで5メートル以内のやつクリア。お、よかったな、しかも15連続キルじゃねえか。さらにジップラインで移動して敵を攻撃。いやー、今日は大活躍だな、ジップライン。たまたまたくさんあるところがアンチになってるからな。おっと、でもあの敵さんは、味方さんが倒してくれたね。別の人探さないと。お、向こうから銃弾飛んできてるぞ。むむ、その距離でミニガンか。でもちょっと遠すぎるからあの人は無視よ。あの補給物資のところに敵がいっぱい集まってるみたい。ここでバンバンキル数稼いでいくわよ。と思ったけどまたしてもさっき。さっきというかグライダーの音だけどな。よし、SMG できる？この勢いでどんどん行くよ。さあ、連続キル記録の更新だ。まとめてかかってきなさい。あ、さっきのメカバナナさんだ。よっしゃ、二人倒した。あとはそこの建築に一人はいるはず。味方さんも撃ってくれてるし、突撃するわよ。ここは倒してくれたな。でもまだ別の敵がいるみたいよ。背後をついて金タッチショ。19連続キル、しかし食らったな。いろんなとこから撃たれてる。もう敵さんの建築の中に入るわ。よーおー、当たれ当たれ。危ねえ、また味方さんが倒してくれた。残り体力16。ここまでか、20連続キルしたかったな。いや、まだ諦めないぞ。近くに味方さんがいたおかげで、私は被弾してないわ。やったー、20連続。お、よかったな。でもさすがにもう回復がないからやばい。遠くからちまちまキル狙っていくしかないわ。どっかで回復アイテム拾えたらいいけどな。お、あの人ちょっと遠いけど狙えるかも。よし、倒せた。さあ、どこまで記録を伸ばせるか。そこに一人、いや、近くにも来た。おお、なんとか耐えてくれ。おお、22連続キル達成だな。やった、でももうここまでか。体力16、シールド5しかないな。ポーションもないし、焚き火ももうないよね。しょうがない。グラップラーでどっかに逃げるしか。命からがら丘の上に飛んだものの。ここには敵しかいないっぽい。そう。もうこの人倒してワンチャン狙うか。いや、それはさすがに。記録、22連続キル。やばい、その後失速してギリギリの勝負に。あー、これワンチャン負けちゃうかも。ごめーん。あ、危なかった。大戦犯になるところだった。味方さんありがとう。相手のキル数は99、超ギリギリの勝利だったな。ということで、最後まで見てくれてありがとう。また別の動画で会おうぜ。